Hi everyone! Dutch One Deluxe! Here we go! もう一回Hi everyone! Dutch One Deluxe! Here we go! Here we go! ちょっとアレンジ聞こえた。ちょっとアレンジ聞こえた。海外のあれみたいね。はい、始めました。始めました。始めました。よっ、今回はそうですね、メンツがね、結構あんま変わりはしないということで。いつもと一緒。ね、いつもと一緒。だからね、いつもと一緒の晴れ人でーす。よいしょ、そして、名刺会社。名刺会社、兼、自己中、ドルチワンド、ドルチワンド、地獄の三沢こと、プロダクションです。よっしゃー、おはよう。はい、みなさん。そして、またまた来てまいりました。マズヤでーす。はい、謝れ卵男爵、謝れ、わぁ、ハゲとるやん。そして、我らここで、はい、ドルチワンのレイカです。リエゴ、リエゴー、リエゴー、どういうことやねん、お前。ですね、始まりましたね、ハルさん。今回も、ドルチワンデラックス、またメンバー、またもういいんだよ、趣向を変えていくんだよ、今回。いいんだよ、いいんだよ、グリーンだよ。大丈夫ね、今日何やってますけどね。いつもと変わらないメンバーですけど、今日本当だったらね、キリキスグル代表代行がね、来てくれるんではないかという話だったんですけど、そして、我らがね、イケメンホスト、トモヤリーダー、2人とも来ませんでした。すいません、売れっ子はやっぱり来ませんでした。謝れ謝れ、ハゲとるやね、ハゲとるやね。この卵男爵、ハゲ卵男爵、エビ様って、もう様なんかいらんねん。いや、エビちゃん、エビちゃんやん。バレンタイン終わったね。終わりましたね。でもバレンタインで言ってみ。バレンタイン、ハッピーバレンタイン、ハッピーバレンタイン、オッケー、ヘリゴー、ヘリゴー。終わったらそれ言うよ。終わったらそれ言う、違う、それ言う、それ言う。バレンタインイベント、はい、終わりましたね。お、終わりましたね。うん、盛り上がったね。よ、盛り上がったよ、盛り上がった。え、昨日、一昨日か、一昨日ですね。はい、素敵な、うち、ドルチワン、ドルチ、ドルチワンは、昨日もね、ハルさん、朝の8時ぐらいまで飲んでるから、ちょっとね、疲れ気味やけど、ドルチワンは、手作り感があるっていうところね、はいはいはい、そうね、俺ら、自分たちでやってるっていうね、ドルチワンはね、本当に予算がありませんので、予算がないですね、ちゃんと僕ら一人一人、手作業で、手作業感をね、本当にやってるんだぞっていうところを、写真撮ってきました。よっ、やるぜ、いいかい、ちょっと一回見てみよう、一回見てみよう。おぉ、これ、フィアビッグ王じゃん。ちょっと待って、めっちゃかっこよくない？レイカが手作りで。お前結構すごいじゃん。全然今日コメントないね。ないけど、でも俺、三沢がナンバーワンじゃんって言われてるのはちょっと嬉しいですよね。ね。Here we go! Here we go! パチパチパチ。待って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 。こんな感じで。おぉ、すげえ。これ、手作り感でやりました。ね。何時間かかったの？5時間です。5時間。5時間ね、結構頑張りましたよ。もしね、ホストで売れなくても、僕らの将来にはこういうバルーンアートの職業が残ってるのでホストクビになってもね、こういう職業につけるという。そうそうそう、ドルチワンはちゃんとホストで売れなくても再就職できるようなお店のシステムを自分たちでやってます。でね、自分たちで仕事終わって営業を5人やったんだけど、俺もやったんだけど、風船膨らますじゃん、それも自力で膨らましてたら酒入ってるし、頭クラクラして大変だったね。そう、大変だった。どうなったの？そう、Here we go！ ね、
こんなこと彼氏が家でしてくれたら嬉しいなって。そうそう、空気入れてくれるって。でも空気入れたの。おならじゃないのよって。でもただ空気入っただけ。ブってなる、ね。でもね、家でこれ膨らました後、もうヘロヘロになってるからね、もう酸欠で。で、ね、一生懸命膨らまして。ハゲも作ったの？作りました。で、そしたら次の日ね、全部しぼんでました。あらら。やっぱ ね、 やっぱ素人やからね。素人やから。しゃあない。バカしゃあないね。そして。釣りハゲやな。釣りハゲ知ってるね、この人知ってるね。さよなら、絶倫ハゲ、ね、いいね。別にいいやんね、ハゲてても絶倫やん。器用なハゲ、うん、でもハゲてるわけじゃないよね。そうテクニシャン。毛はある、毛はある、テクニシャン。おおならじゃないのよ、ただ空気が怖い。謝れ謝れ、ハゲ取るやないか、またハゲ取るやないか。峰岸か。じゃあ行こう。おでも見てくれてるやん、エビゾー指名本数4位なんだって。エビゾーはね、こっち、何俺が右やから、左から2番目がエビゾーです。そうです。あ、本物じゃないよ、本物じゃないよ。足踏んどんねん、足踏んどん。結構エビゾーファン多いやん、これ。あれ、あれ、いつものコーナーかな。あがき来てます。ドルチュアンデラックスといえばね、来た。足踏んどんねん。イエーイ。あじゃあ収録中。オッケー。じゃあ、いや本当来てます。あ、真面目いこう。行こう行こう。うん。来てます。イエーイ。AJ にも来てるよ。あ、でもいつも5枚っすよね。そんなの。5枚来るもん。5枚。いつも。5枚限定や。5枚。5枚限定や。じゃあやっぱ来てるね。この人には毎回来るね。来るね。じゃあ行こう。じゃあ行きます。この前新宿の伊勢丹でアホみたいに袋を持っている翔さんを見ました。この前翔さんを見ました。何個かブランド物の袋が見えましたけど、ブランドに頼りすぎじゃないですか。死ねばいいのに。天然ジェジェジェさん、こらジェジェジェ、こらジェジェジェ絶対違う。ジェ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 さんはマジ、あのそれあの見ましたっていうか文句でしょ。もらってそう、ブランドに頼りすぎじゃないですか、死ねばいいのに。ほら、生きる！ちょちょちょ、ね、ちょっとね、まずそのコメントもらおう。まあまあね、うん、その後ね、ちょっとね、説教タイムあるから、ちょっと、うん、説教タイムね、うん、ですね、これはあれですね、この前てか一昨日バレンタインデーだったから、うん、この前の放送でも言ったんですけど、うん、僕バレンタインデーはお客様に逆にプレゼントを渡すっていう有言実行しまして。あ、バレンタインデー、はい、逆に、ね、お客様にあげるものをちょっと買いに行ってたんですけど、逆タインデー、もうだからって言ってホワイトでもらえるわけでもないんですけど、うん、ただ、まあ、伊勢丹で見たんならちょっと声かけてよ、ジェジェさん、ほんまに。いやでもほんま嫌いすぎて、ショウのことがもう気になる、気になるんやろ、ね、しかも、うん、今日ね、来るはずだったね、カリスマブルーが寝てる、いないから、うん、だから、うん、こんなこともあろうかと思って、うん、僕、一応カリスマブルー意識して全部この前伊勢丹で、スグルさんのそうです、ね、がいないから、そうですね、こんなこともあろうかと、代わりにね、はい、色だけでもね、色だけでも、あいつ、今日営業終了が説教やね、説教やね、そうですね、店来んのかなと思って、ブルーじゃなかったらね、うん、えらいことやね、うん、本当だぜ。ジェイさんもう次から、あれ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 何その髪型、あれカリスマ、カリスマ、カリスマブラック着ちゃった。ほら偽ブルーじゃないよ、本物のブルー来てよ。ドキドキしたでしょ。ほら電話出ないから、女電話出るよ。電話相手出なかったですね。出れよ相手出なくてもマジで出ないって。合コンで遅れてなんか目立つ、そうそう、そういうパターンね、戦法みたいな感じやめたよ。なんかこんなボサボサですよ、僕ね。本当にあれれれ来たよ、あれれ久しぶりの登場ですよ、我らが。みんな気づいてるかな、これスグルさんですけどね。変名してないとね、わかんないっていう。オフのカリスマですよ。オフのカリスマ、オフのカリスマです。オフスマです。コメント止まっとるやないか。眉毛、眉毛も生えてないから今ね、言ったらやっと出てくれました。なんと我らがドルチュアンのキリキスグル代表代行、うぇーいきまーす。ね、
やっと大根来たよ。いいね、このなんか寝起きのテンションいいね。いや、ここから20分喋ってもらいます。喋ってもらおう。小話お願いします。多分聞いてる人はあんま分かってないと思うんですけど、僕があんま喋れないのみんな知ってますあんまり大してトーク面白くないのみんな知ってます。正解それ。正解正解なの。正解正解、はい、正解しました。懐かしいっすね。オーケー、じゃあもう行こう、次行こう。決めそう、来たよ、決めそう。せっかくハガキ来てんじゃん。あ、ハガキ、はい、じゃあ行きます。じゃあこの前 AJ を見ました。この前 AJ を見ました。 AJ 誰？ AJ は疲れていました。そのまま大久保病院に入ってきました。生きてます、生きてますか。ペンネームベーコンレタスバーガーベーコンレタスバーガー誰ですか。 AJ って何だ。 AJ は誰ですか。 AJ ですか。 AJ やろ。 AJ ですね。なんで AJ か説明しないと。あの、僕の名前はアレックス・ジェローム・ロブレス・スタニスラウです。長いわ。あ言えてないわ。ベーコン・レタス・バーガーより長い。ベーコン・レタス・バーガーより長い。ベーコン・レタス・バーガーより長いっすね。長いからね。もう一回ちょうだい。もう一回フルネームで。フルネームで。ゆっくりゆっくり。早いよ、言い方が。アレックス・ジェローム・ロブレス・インターナショナル。インターナショナル？本当に？いや、嘘です。そっかい。本当は何？スタニスラウ。スタニスラウ。はい。略して？略して ？AJ。言わんかい、自分で。何ですか。 AJ です。 AJ です。 LA みたいな。 AJ 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 大久保病院。大久保病院だな。大久保病院で病気だったもんな。お前病気だった。春山いかんかい。春山に行かんかい遅れてきたけど、もう挽回しようとしますね。挽回しようとしますね。挽回しようとしますね。遅れを取り戻そうと。でもインフルエンザ良かったね、復活して。そうですね。もう1週間ね、しんどかったですね。そう、死ぬかと思ったんですよ。そう、英語で言ったら死ぬかと思った。 I'm dead。 飲みましょう。はい、じゃあ次。はい、来てるよ。この前 I'm sick。 この前ドンキでまさやくんを見ました。おっまさやくん見ました。生活用品を買っていました。すごい大荷物でした。なんであんなに買っていたのですか。ペンネーム築3年さん。死ねばいい。死ねばいい。死ねばいい。意外と新しい。築3年さん2枚目はね。昨日も来てました。なんてなんて声張ってないよ。おー、あれでしょ。なんだよ、これ本当やろ。ハゲ止めやろ。やばれメンタル、メンタル。センキュー、センキュー、センキューじゃなくて上行っちゃった、上行っちゃった。あの、すまん曲がってるんですね。すまんが知らない間にこの番組だいぶ悪ふざけの前になってます。あ、そうなの。あの、これ普通にうん、いいっすか。あったっけって掃除したかったから。うん、だけ。あ、お前綺麗好きやもんな。じゃないね、別に。あ、そう、料理できるやん。あんまり散らかしたりしないわけ。え、もう頭抜きすぎ。ハゲ散らかしてる。ハゲ散らかしてるよ。うわ、もう頭うるかつらしてる。箱さんウインナー誰が食べるわけ。でも結構あの料理とかもするんじゃない。料理大好きで、あのおにぎりとかやっぱ握ったりどんな感じで。でれ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 。困ったら鳴らせばいいから。料理意外だなって言われて。でも男の料理めっちゃうまいですよ、マサさん。裸で裸で煮卵とか超うまいもんね。そう、煮てるから。はい、最後。じゃあこれ、あ、ほら、すぐるさんもいるから。おっ、何ですか。来ました。あ、何の。お前も、にも関係ある。あ、俺にも関係ある。そう、じゃあこれ、みんなに来てるっていうこと。はいはいはい。ドルチェアンの皆さん、こんばんみ。バレンタイン終わりましたね。皆さん、チョコいっぱいもらいましたか。他にも何かもらいましたか。はっきり答えてね。ペンネームホワイトデーさん。ホワイトデーさん、ホワイトデーですね。チョコいっぱいもらったかとか、他にも何かもらったのかっていう。そうですね。今年はでもあれでしたね、もうビビるぐらいのホワイトバレンタインでしたね。そうそうそう、雪ね。雪が半端ないわ、ね。いや、誰か喋ってる。待って、俺誰か。これどう思ってるんですか。なんか面白いもんもらったらどうですか。そう、なんか、なんかもらったら、バレンタイン何もらいましたかっていう。ね、っていう。チョコどんぐらいも、やっぱ、うちの大根、大根クラスになると。シャンパンとかでもいいしね、シャンパン、ホストは何もらうのかっていう。そうですね。そういうことよ。いやー、やっぱ、代表大根クラスなんか、あのね、あ、僕ね。放課後みたいにね、学校の放課後みたいにね。
店の外で待ってたりね。いやいや、店来いよそれ。何もらって待ってんじゃないよ。何もらった、何もらった、はい、チョコレートもらったんですけど、うん、あれもらいましたよ。あのハチ公あるじゃないですか、渋谷のね。ハチ公ですね。雪でチョコがハチ公じゃないのね。ハチ公じゃないです。あの渋谷のハチ公の、あの銅像の隣に超雪で作ったハチ公がすげえ並んでる写メもらいました。じゃあ、いったCMでーす。いったCM。8校の写真をもらって結局返信に困ったっていうから、まあ、来月の14日まで返信内容考えておこうかな。あーなるほどね。その画像返しね。そうだね、1ヶ月節分には連絡返さないです。なるほどね。からのからのってもういい、もういいでしょ。いいでしょ、いいでしょ。写真ね、写真もらいました。なるほどね。写真他はなんで俺ばっかそんな、そんなに面白い。春さんだいぶ怒ってますからね。そんな面白い。何よりも、すぐるさんのを聞きたいです。そう、やっぱりね。そんなたくさんもらいます？面白いの。チョコしかないですよ。いや、面白くなくてもいいよ。いや、普通にチョコレートっすよ。え？チョコもらったの？チョコもらいましたよ。こんな感じのやつ。はい。なんか、どこの話してるんですか？何味？はい？味？チョコレート味。あんま詳しくないよ、俺チョコレート。何味？いつからハゲたの？味、チョコレートの味って。じゃあもう今ね、バレンタインのお返しじゃないけど、レイカの渾身の Here we go ちょうだいって言ったよ。頼む。Here we go。なんでやねん。ちょっとふざけすぎ。どこの外人ドルチェの外人です。ドルチェの外人です。おもろ。どこの外人、出身国ね。フィリピンね。フィリピンです。フィリピン、フィリピン、フィリピン、フィリピンの人も見とるかもしれないもんね。見てるね。おじいちゃんおばあちゃん海外から来てるからね。フィリピン語でのあれ書き込みないですね。フィリピン語じゃないね。だからもう、だからやめてもいいよ。なんか口に拾わなくていい。東京人でフィリピン人。あれもしで、寮の仲間じゃない。寮の仲間じゃない。決して不法滞在はしておりません。はい。あとね、ほら。あれ今日出した？毎日やってんだけどね、これ。毎回ね。毎回。まだ未だ、一人も来ておりません。第1号待ってます、うん。今回ですね、毎回ですけど、ドルチェワンデラックスを見ていただいた方、なんと、来店した際に、うん、僕ら あの合言葉を言ってもらえればね。先週何やったっけ、先週から先週は、うん、ハゲ取るやないかい。ハゲ取ったっけ、うん、でしたっけ、ハゲ取るやないかいか。じゃあ、これでいきましょう。フィリピンといえば。バナナ。バナナ。大事ですよ、大事じゃん。フィリピンで言えばって聞くから、そこでバナナって言った人はもう、バナナ、バナナ、もうそれは1000円、2時間1000円です。入り口の人が来ないからできたけど。誰誰のこと、誰誰誰誰、え、大きい人それともちっちゃい人、誰誰誰だよ。入り口にいるのは大体ね、あのプロレスラーみたいな人か、あのグレイのボーカルみたいな人か、どっちかしかおらんと思うぞ。ね、でも本当にあの2時間1000円でやってるんで、
あ、普通は5000円なんですけど、あの、いかつい人いるの？いないよ。あ、女の人？いないよ、それ。女装してる。うん。なんだっけ。あれ、ハルさんでしょ？接客さ、はい、今日、すぐるさんいるじゃん。はい、だから、すぐるさんにも、質問的なね。そう、代表代行ってね、年にね、一度ぐらいしか来ないから。来週も行きますよ、僕。本当ですか？毎週来たいです、僕。なんか代表代行がね、聞きたいこととか、レイカはもう常に頑張ってるよ、おっさんに挟まれながらも。ちゃんとブログとかで告知してるのか？してます。これ、うちの人かな。ちょっと従業員っぽいな。これ、今日もちゃんと告知しました。しましたよね。ミサは結構最近マメになってきたからね。マメミサワになってきた。ミサワ頑張れ。頑張っとるで、ミサワは。え、ほんならもうこれ1000円ですね。1000円。1000円と、1000円で。これ今日だけじゃないからね。ね、次回放送までずっとやってるからね。うん。そうそうそう。で、次回からいくらになるかはまだ分かんないけど。そうですよ。今だけ1000円でございます。たまたま毎回だけ1000円。たまたま毎回値段変わってないだけで、もしかしたら500円になるか、5万になるかもしれない。来週からは分かんない。今は1000円。今は1000円だけど、来週はこうやって。ゼロになる。ゼロです。ただ。ただなんですね。けど、こうなって。こんな感じ。こうなって。ハルさん、毎回なんかその日だけと思ってた人とか。違う違う違う。ああいうことはハゲ取るやないかって。前ね。これは前のやつ。前のやつ前のやつ。だから今日からはまた違う。社長が出てきてくれた時なんかね、ああいうことはサンキューだ。そうそうそう、サンキュー。あ、じゃあ今日はせっかくやから、すぐる代表代行に決めてもらおう。合言葉ね、ここ大事よ。振り付け付きで、動き付きでね。よっ、パチパチパチ。イエーイ。いや、なんでもいいよ、なんでもいいから。ちょっとちょっとちょっと、ちょうだいちょうだい。いや、すごいっすね。ちょっとちょうだい。今日なんか、当たり強いっすね。いや、当たり強くないっすよ。そんな思ってるんすか。違う、どこってなお前、先週もじゃないか。そういう、なんか、何がいいっすかね。うん、前はサンキューだったんですよね。そうそうそう、その時はね。そう、メンタルでいいんじゃないですか。いや、メンタル続きで、その時出ちゃう。違う違う、その時はサンキューの後メンタルやったから。ああ、ですか。うん、そうそうそう。僕じゃもうすごく昔から好きなのでいいですか。はいはいはい。今でもやっぱ笑っちゃうのが面白そう。お、面白そう。行きましょう。行きましょう。聞こう。そんな改まって聞こうじゃないから。すいません、すいません、すいません。お願いします。今週の合言葉、お願いします。ゲッツ。なそんでいい。これ行きましょう。ゲッツ行こう。ゲッツ、ゲッツ行こう。一回みんなでやってみましょう。やってみましょう、やってみましょう。せーの、ゲッツ。はい、ちょっとね、俺、ごめんごめん、わからん。ちょっと一回、手本が。むちゃくちゃ。もうやめよう、もうやめよう。この話長いよ。長い。初回じゃなくて2000円でいいですかはね、多分担当さんに聞いてみて。担当さんによるから多分。ね。いや、でもね、今週の合言葉はゲッツです。振り付きで。この恥ずかしさを超えて、やっぱドルチェに来てくれると、より一層楽しめる。そうね。だから、ドア開けた後に、ゲッツって怖い人に言ってもらえる。怖い人ね。じゃあ多分怖い人何が？そうそうそう。多分全力でスグルさんに言って、もうスグルさんがやれって言ったら、多分スグルさんに言ったら、多分スグルさんだけは返してくれるんです。月返しが。月返しします。月返しする。代表代行担当いないけど、2回目だったら2回目でもいいんじゃないですか。1000円で最悪。はい、だから月をしてくれるんであれば、月をしてくれるんであれば2回目でも OK。 2回目だったら2回月ってなったんですか。2月月あんとか言われない。そんだけ言ってて、は？嫌ですね、初回来て。あ、ゲッツ。うわ、うまいことゲッツで客ゲッツ。やばいよ。誰うまいこと言ってるのか。うまいこと言ってる。誰よ。やってやってください。何を何を。客ゲッツ。オッケーオッケーオッケー。いや、全力の丸さん行くよ。ちょっと待って、手本が。手本。手本ないよ。ないよ。本家本家。本家のやつ。もうゲッツあげ。ハゲッツお願いします。ハゲッツお願いします。ゲッツお願いします。はい、じゃあ行きます。おい、これで本場の本場のやつ。本場のどうぞ。いつ撮るの。ゲッツでハゲッツ。ハーゲンダッツ。ハーゲンダッツ。うまいね。ハゲ
げんなって。あげんな。てか、俺らセンサーありすぎやろ。コメントに受けすぎじゃないですか。変なこと言ってごめん。いやいや、どんどんちょうだい。どんどんちょうだい。俺らっつネタがねえから、ネタがないから関西人の恥やなっつって。いやでもどんどんね、ちょうだい。あの俺らはそういうの大好きやから、うん、けどまさに本当は千葉なの。違うわ。エセバーチバーチ、エセ違うわ。西成、西成、西成じゃん。西成の人見とったらぶん殴られる。リスでも拾うのが好きっていいね。ハーゲンゲッツ、ディスっても、ね、うん、こう拾うのが好きっていう。いやね、全然拾うでしょ、うん、それだってね、自分らネタがないんだもんね。そう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 、もう本当自由っすね。コメント頼りだからね、俺自由だ、本当。だって俺今日さ、とね、まあ遅れてきたけど俺嬉しかったもん。誰か誰か、うわ、これで誰か、スグルさん写真読んでるよ。写真読んでる。ありがとうよ。何ハゲマゲドンって、ハゲマゲドン行こうか。あれ知ってるの、あの有名なハゲマゲドン、ハゲマゲドン出るんだね。出すよ、今日出すよ。出る、1回だけよ、1回だけ。行くよ、じゃあハゲマゲドンまで3、2、1。はよ、メンタル、メンタル、おめでとう。お疲れ様です。お疲れ様です。ここかこれも使わせないで、使わせないよ。これエアロスミス、ここでエアロスミス出るよ。エアロスミス、もうね、ちょっと次は次ない、もうもうなくなっちゃった。ない、もうねえよ、ハゲ。まだコメント拾うしかないと思う。ハゲじゃないからね、次全然やろ。違う、でも光の声でめっちゃ上げた。ここで見るよりもね、ここと画面越しに見たら照明増えただろ、これ。ちょっと待って、前で撮る。上げて、この前に。クリリンのことかー、もうね、これね、ゴクルーゴクルー、どこ切りましょう。もうね、じゃね、ハゲ終わりよね。ピカチュウドラゴンボールでもいけるから終身中。お前、あの、違う、これ、これはモスターボールだから、ポコスマ出てこい、ピカチュウ。ピカチュウ、うわぁ、出た。熱い、熱い、熱い、やばい。やばいね、これ、ね、すごいな。あの、モスターボールだからね、うん、全然もう捕まえた、捕まえたモンスター全部入れていいからね。全部入る、おめでとうね、コメントの人いるから。雑談になっちゃった、雑談に、雑談に。ほら、もう時間ない。最後、告知、告知、告知、23日、今月の23日、ドルチェで、セット料金カット。おっ、いらない、いらない、いらないということで、普段よりちょっと1万円ほど安く、安い、ということで。あと、バンドの人も来るみたいなんで、オーケー、待ってます。いやいや、ごめん、セット料金ゲッツ。セット料金で答えられなかった。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。